ポケット。こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。スターフォースポケットをやっていきたいと思います。お、通算6位、400日、そんなにログインしてるんだ。まあプレイはしてないけど、あのデイリーのプレゼントをもらうために、ログインだけはしてるっていうのが結構多かったですからね。プレゼントが届いています。目標欠片ってなんだろう。お、農園で馬風石が地味にいいんですよね。農園最高。まあならば増設しないとっていうのがある。ツッコミがありそう。どうでしょうね、ベスト体重って何キロだろう。この馬やりました。お、今なんか言いましたね。何か用ですか。フレンドが、馬を使って生産をしたと言ってますね。さてと、今ですね、残り79周、まだ3分の2弱残ってます。そうなると、まだまだ走れますね。なんか一部には、なんか8万枚目指せとか言ってる声もあるんですけど、まあ、そのあたりは、知らせ方かな。まあの SWBC 出せますんで、入球、そうですね、 SWBC 出せますんで、その SWBC で、まあ戦って、またメダルを増やして。ですよね。ちょっと適正な馬体重が何キロなのか見てみよう。今482キロ。あ、まだベスト体重482キロですか。ね、取り消します。とりあえずベスト体重がまだ変わってないということなので、なるほど、松茸があるんですね。松茸を買うか。あ、これメダル消費しないんだ、農園で採れたものは。これはありがたいですね。高級バナナで、確かに農園のあれをやっていった方がいいかなと思いますね。お、パートナー調教を試せと。おっと、スタミナも上がるのか。まあ、やはりスタミナ欲しいですからね。大根がおすすめ。おすすめなんですが、それならば農園のものを手に入れた方がいいと。なるほど。普段は農園で、貯めつつ、ここぞという馬の時にこの農園の会話をやってパワーアップさせていくっていうのはいい可能性かなとは思いますね。成長促進を強めないとね。今480キロか。これかな？あと2周ぐらいで出走させましょう。
勝負根性を上げましょう。体が減ってるんで、みんなこれ、あ、4キロのものもあるんか。高級イチゴを投げましょう。何か用ですか。熱に強い。さあ、これが最終週です。クエストを達成しました。調整を図っていきたいですね、パワーアップよりは。なるほど、芝か。人参がおすすめと、まだ調子を上げたいということなので、調子のパワーアップを重視して、ということになると高級オレンジジュース、これですね。さあ、これで、ね、レースに出したいと思います。今76周3周ですね。もう一周やらせた方がいいのかな。復帰させた週で79周だから、そんなに重い調教を敷いてないんですよね。もう一周ちょっとやらせよう。スタミナはな、スタミナもいいんですけど、2キロプラスですね。2キロプラス。これですね。で、これで、このメッセージが出たら、おそらく、レースに出ても、要するに劣化は起きないんじゃないかなと思います。出しましょう。これ、距離に一応芝の2000になってるんですけど、聞いた話によると、芝ダートとか距離の適性とか関係なく単純に力で争われるみたいですね。はい、ご覧のすごいメンバー出走したいと思います。ジョッキーは、あと武豊か、一応騎乗なしか。まあ乗るんだろうな。おっと、でもエビナを乗せなきゃいけなかった。まあ、そんな感じですね。まだ出走まで41分あります。またレースが終わりましたら、その結果を覗きたいと思います。では一旦ここで失礼いたします。また後で。はい、こんにちは。こんばんは。ゲーム動画でいこうです。片野サニブラが SWBC に出走します。そちらですね、結果が出たようですので、観戦をしたいと思います。本当にいい結果になるといいんだが、どうだろう。余裕の一番人気です。おっと、余裕ではないですね。投票受付を開始します。アスナブル、それからミックダブール、この辺は結構大混戦ですしね。ただし20丸2つついてます。これは有利かな。ただ SWBC プレイヤーまで勝った馬はこの中ではいないように思えるんですが、果たしてどうかな。ジョッキーは、エビナに戻しました。エビナってプレーでどうなるのか、それもちょっと注目ですね。さあ、レースです。
時間を、そして空間を超えて歴史に名を刻んだ勇士が集いました。スーパーワールドブリーダーズカップ、さあいよいよスタートです。スタートはどうか。起伏の激しい難コース、スーパーワールドブリーダーズカップ、スタートの悪い馬がいますが、7番ラレーアラビアン、先頭に立つのは何か。オルコックアラビアンがかわしていきました。エクリプスが追いかけます。ギャラディアコンドル、そのうちヘロド、ゴドルフィンバルム。ここから712メートルのファーイーストトンネル外を通りまして、11番ストームルグラン、1番人気のカタノサニブラ、エビナ騎手、どのあたりで動くんでしょうか。それから2番アズナブル、マッチェム、その後ろ3馬身くらいあって、7番ラレーアラビアン、10番ミックダブール、1番後ろに12番バイアリーターンであります。もう一度前から整理しましょう。先頭は依然としてオルコックアラビアン、ちょっと離れて5番エクリプスであります。魚たちに別れを告げてレースは終盤へと進んでまいります。その後ろ5馬身くらいあって、4番ヘロド、さてどうなのか。8番ギャラディアコンドルが不気味にいるが、そのうちに1番ゴドルフィンバルブ、そして6番手にカタノサニブラであります。さあトンネルを抜けて、あとは直線勝負を残すのみであります。1枚になってる感じですよね。カタノサニブラは5番手といったあたり、5番手ではあるんですけど、これ多分オルコックアラビアン、カタノサニブラ3番手に、3番手にカタノサニブラ、オルコックアラビアンが抜け出した。待てると思うんですよね。さあこのまま逃げ切ってしまうのか。オルコックアラビアン先頭、ストームルグラン先頭に立った。カタノサニブラが内から出すか、内が飛んでいる。カタノサニブラ1着、11番ストームルグラン、1番人気のカタノサニブラが2着。惜しかった。11番、2着、9番、3着、2番以上のように確定しました。レースを終えた馬が戻ってきました。はい、というわけで、前回は一着だったんですけど、今回は残念ながら、負けてしまいましたね。やっぱ相手メンバーというのもあるんでしょうか。まあ、まだまだ半分残ってるんで、ここから巻き返していきたいと思います。何か用ですか。調教もビシバシやった方がいいかもしれないですね。器は上がっていても、その調教がそんなに激しくなかったから、器がたまりきってないのかもしれない。そうで、もう少しビシビシやることを目標に、調教を組み立てていきたいと思います。はい、ご視聴いただきありがとうございました。ブログ、ツイッターやっております。説明欄に記載しておりますので、よろしければ見てください。いつもいつもですけど、チャンネル登録まだの方、ぜひぜひお願いいたします。はい、すごく、チャンネル登録が特に今の状況ですと力になりますので、よろしくお願いいたします。最後の20秒に流します関連動画、関連プレイリスト、こちらの方もよろしければ見ていただければ嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。